だけ不思議な普段のお話。岬と机の間に事件、落ちこぼれた君もね気づき、あの子も同じ雲の下で暮らした事件、そこによ事件。とってもいいところなんざます。でもジャイアンだけはどこへも行かないと思うよ。グアム島商店街のくじに当たっちゃってな、今から行くんだ。とか山とか外国とかどこへも行かないのはうちぐらいのもんだ。みんなが帰ったらまた自慢話をたっぷり聞かされるんだ。あんな不愉快なことはない。そうだ、ドラえもんに頼んで連れてってもらおう。誰も行ったことのないすごいところへ。あ、ドラえもんだ。おーい、頼むよ連れてってよ。珍しくてワクワクするようなところへ。ねえドラえもん、それどころじゃない。大変なことになった。未来へ帰らなきゃ。待ってよ、一体何をそんなに。おいドラえもん、どうしたんだろう、あんなに慌てて。未来の家が火事にでもなったのかな。いやいや、そんな生優しいことじゃなさそうだ。天変地異かな、ひょっとして宇宙人の襲来。地球最後の日なんちゃって、まさかね。そうだ、行ってみよう。僕の子孫のセワシやドラミちゃんにも会ってこよう。2125年の野比家の住所は確か東京シティ練馬ブロックすすきが原ストリート、何番地だったっけ。まあいいや、大体の近所に出ればあとはついてから聞こう。夏休みに未来旅行するなんて僕の他にいないだろう。みんなにうんと自慢してやろう。あ、出口だ。あそこから出れば2125年の東京なんだ。ところから落ちて怪我一つしないなんて、きっと地上に反重力装置かなんかがついているんだ。さすが22世紀。ここは公園かな。これ空中公園？
てもバカに静かだな。人も車も見当たらないよ。どうなってるんだろう。誰かに道を聞かなきゃ。ん？いらっしゃいませ。あ、誰かいるんですか？ちょっと聞きたいんですけど。ご注文をお聞かせください。ん？練馬ブロックすすきがはらストリートというのは。ご注文を。いや、僕は道を。特にご注文がなければデザインは任せていただきます。え？おかしいな。せめてドラえもんに会いたいよ。ここに来ているのは確かなんだから。すみません、ちょっとお尋ねします。いらっしゃいませ。お店の人出てきてくれませんか？ご注文の料理は何でもお作りします。テーブルへどうぞ。22世紀の東京には人が住んでいないのかな。あ、そんなわけないと思うけどな。ん？何かがふわふわと。なんだありゃ。あれはさっきの空中公園だ。
奴らの光線銃に当たると人間はチリチリになって消えてしまうんだ。 UFO は世界中に降りたらしい。世界中？もう僕らだけかもしれないが、最後まで戦おう。人類最後の日がこんなにあっけないものだとは信じられない。来た！セワシ。やあジャンボ、今帰ってきたんだよ、月旅行から。そうかい、すごかったぜ、噴火口巡りだろうね。お、みんなもそろそろ帰ってきたようだ。ん、やっぱりここにいた。太陽系一周楽しかったよ。私は火星へ行ってきたの。火星か、楽しい夏休み。帰ろう。あ、セワシ、セワシはどこへ行ってたんだ。かわいそうなこと聞くなよ。人気のない公園で寂しく立体インベーダーゲームをやってた。そりゃかわいそう。ゲーム？本気でやった方が面白いじゃない。じゃあ町に人がいなかったのは？みんなどっかに行ってるんだ。夏休みにどこへも行かないなんてうちぐらいのもんだよ。おじいちゃんがしっかりしてくれないと僕ら子孫が。わかったわかった。ドラえもんは工場に行ってるよ。工場？原子炉の調子がおかしくなったんだって。そうだったのか。ただいま。おかえり。どう調子は？部品が取り替えたら良くなったよ。あれ、のび太くん。ねえドラミちゃんは？付き添いで行ったのに。あんまり小言ばっかり言うから置いてきちゃった。ああ帰ってきたら余計叱られるぞ。ん、のび太くん早く帰ろ。まだジュースが。ちょっと、まだ誰も帰ってきてない。ん、ドラえもんは持ってないの？あれ、うん、押して押しましょう。うん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 、え、うわー、ちょっと寂しくインベーダーでもやろう。どうなった？スネ夫が選んだ夏の秘密道具セレクション。水が苦手な人にはこれ、水よけロープ。試しにこのくらい。使い方は超簡単、ロープを切って結ぶだけ。いけた。じゃあ水をかけて。よし、それ。面白い、水がよけていくのか。これを使えば体を濡らさず海の中に入れちゃう。あれ、海に穴が開いた。このロープは水を寄せつけないからね。泳げなくてもこれなら思う存分遊べるな。イケてる写真も撮り放題。うわー、水族館よりもすごい景色だ。うわー、うまそう。海の中でバーベキューなんてオツだね。ただし船には気をつけて。
落ちてくるから。いい迷惑だぜ。とっくに試合始まってるな。ジャイアンにどやされる。蜂に頼めばなんとかなるさ。まあまあ、何があったの？野球に行く途中でいろいろありまして。野球って何？ママのお手伝いをする約束はどうしたの？お洗濯する身にもなってちょうだい。ごめんなさい。まったく、次汚したら知りませんからね。のび太、せめてお使いくらいは行ってきてちょうだい。今から？そうです。買ってくるものを書き出すから待ってて。のび太くん、しずかちゃんと約束があるんだ。のび太、お前のせいで不先輩になったんだぞ。よくもジャイアンツに泥を塗ってくれたな。いや、塗られたのはペンキ。ぶん殴れ。またですか？あんなに汚さないでって言ったのに、お使いもすっぽかして。あなたって子は。ごめんなさい。いい？もし今度服を汚したら。汚したら？裸で表へ放り出します。恐ろしい。帰ったら庭木に水をやって、縁側の段ボールも片付けてちょうだいね。やります、やります。それから絶対に服を汚さないように。わかってます。のび太さん、待ってたのよ。ごめん、後で。あ、よっぽどママの小言が答えたんだな。あ、大丈夫？また服が汚れた。なんて運の悪い人だろう。助けよう。なんとかバチ。困った時、なんとかしてくれるハチなんだ。さあ、のび太くんを助けて。なんだ？落とし物か？濡らした服はすぐに仕上げるから、ゆっくり温まってて。早くお使いを済ませて庭木に水をやらないとママに叱られるよ。バッグごと財布を落とすなんて、のび太みたいなドジが他にもいたもんだね。牛肉、フランスパン、じゃがいも、水だ。手追い、あっちだ。よしよし。こっちこっちだ。こっちですね。置いてかないで。もう、じゃがいも、人参、玉ねぎ、お使いかい。ちょっと待ってな。毎度あり。おまけしといたよ。その調子で頼むよ、ハチくん。お肉屋さん通り過ぎちゃったぞ。お待たせしました。テレビで何度も紹介された売り切れごめんのフランスパン、焼き上がりました。はい、お一人様ずつゆっくりとお積みください。あー、美味しそう。あっちだー。テレビで紹介されたですね。おーい、逃げ切ったか。ん？くんくん、ねえジャイアン、ここフランスの、いや、パリの香りがするよ。トレビアン。そう、私のフランスパンは花の都パリのお味です。さあ、焼きたてをボナペティ。えっ、待たないで。ねえ、なんで僕たちが買い物しなきゃなんないの？知るか。今だけお得な半額タイムセール始まるよ。いらっしゃい。何にします？え、いや、牛肉。嫌な予感。わー、やばい。牛肉 800g ね。今半額だからお母さん喜ぶよ。なんとかしてとは言ったけど、これほどとは。僕の服は？シワ一本でも残してしまったら、我がクリーニング人生最大の汚点。え、いや、時間が。もう勘弁してくれ。ママ。
アクソン、やる、アジガキ、うわおいっと、うん、うんうん、ご苦労様。コニエラウータージャイアンマジンガンブラッシュジャイアンバズーガーデじゃあ、なんで当たんねえんだ。もうダメだ、これかぶって逃げよう。のび太くんのお使い終わったよ、ママ。あら、今度はちゃんと行ってきてくれたのね。もうやだよ。ハチのくせに生意気だぞ。しつこいやつだな。お家に帰りたいよ。バカ、でっかい声出すんじゃねえよ。ハチに見つかったら。わざわざ持ってきてくれたの。助かるよ。あ、そっちの君もありがとね。はあ、服は綺麗になったけど、うちに入るのが怖い。結局お使いもお手伝いも何一つできてない。おかえり。さ、入って入って。ドラえもん、ちょっと。ねえ、ちょっと待ってってば。いいからいいから。ただいま。上手なお買い物、水やりも完璧、ダンボールも OK。 え？のびちゃん。はい。ちょっとびっくりしちゃった。よくママの言うことを聞いてくれたわね。どうなってるの？今日は特別に。はい、お小遣いよ。ありがとうママ。君に頼めばなんとかなるさ。未来がどうとか理想がどうとか、ブランコに揺られふと考えてた。嬉しい悲しいどっち、正しい間違いどっち、夕日にせかされ伸びた影見つめ、公園に一人ぼっち、砂場の怪盗用紙、しゃがんで分かるはずなくても探した。0点のままの心で暮らして、笑って泣いて答えを知って、満点の星の中僕の惑星、さまよってないでこっちへおいで、涙とミステイク積み重ね、立派な人間になるぞ。おやすみなさい。誕生日もだらけてんな。寝ている間のエネルギーを電気に変えているんだ。昼寝で発電、名付けてのび太電力だよ。そしてもう一本は、周りのものが怖く見える肝試しメガネ。街中お化けだらけだ。